一つ残らず君を悲しませないもの、君の世界の全てにすればいい。そして僕は途方に暮れる。ソニックさんです。どうもね、なんかね、うん、はい、眩しいですね、うん、いやほらさ、何ですか、まあ、ほら昨日さ、まあね、あのなんかね、お肉さんのさママのところでさ、あのチャット参加しててさ、あの秋山さん参加してたんだけどさ、ほら秋山さんイケメンじゃん俺らはなんかさ、なんかなんちゅうの、あのなんかね、あのやっぱソニックさんさ、こうなんかイケメンで負けちゃいけないかなと思ってね、ちょっとあのなんかサングラス外してみたんだけどね、眩しいえ、もうそんなことは、そんなことはいいそんなことはいい。もう昨日はね、あれですよ、あのお肉さんのママのとこに顔出して、あのだから身長160センチはあの人間扱いされなかったからね頭きちゃってんだよそんなんでね、今日のお題いきますよ。今日のお題はですね、はい、ですね、はい、捨てちまいな、うん、捨てよう。今日はね、何ですか、不要品あるじゃん、家にさ。いや、ソニックさんもさ、こう、なんか、ほらね、俺、これね、こう、これ、わかる、これ、MP3 プレイヤーとかさ、なんかさ、なんかこう、微妙に、こう、家にいらないもんあるじゃん。なんか、それで、捨てられないものをね、うん、捨てよう、今日は。ね、もう捨てましょう、ね。うん、そう、捨てましょう、ね。捨てましょう、捨てま攻撃。ね、よっしゃ、ね、そんなんで、うん、旧宅、ね、旧宅行きましょうね、捨てましょう、今日は、ね。捨てていいか、捨てていいか、捨てちゃダメか、ね。うん、そういう感じで行きましょう、今日は。ね。うん。いや、でもあれでしょ、なんか、もう捨てられないものってあるでしょ、なんか、そら、もうね。だってさ、アナログレコードとかさ、なんかね、VHS のビデオとかさ、ね、もうない？さすがに、ね、2018年の、ね、昨今、ね、もうないですか？ね。ちょっと角度つけようかな。こういうのかな。でしょうね。うん。そうですね。もう捨てられないものをね。いや、ソニックさんなんかさ、まださ、ほらね、海外生活でさ、結構こう、まあ、今のところはもう住んで3年ぐらい経つけどさ、やっぱこう、引っ越しとか多いと物たまんないけどね、やっぱね、住居構えちゃうとさ、うん。ね。そうそうそう。ね。うん。まあ、ソニックさんは最近ね、自転車盗まれたりとかね、結構きついことがありましたけどね。ね。うん。そうなんですよね。いや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 ね。まあ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 ね。うん。そうですね。どうですか？ね、サングラスをしないソニックさんはいかがでしたでしょうか？ねえ、まったく。ああね。あ、若いやつには負けちゃられん。ダメね、ダメね。そうね。うん、そうですね。ね、まあまあ日本のね、日本のライブの準備してますけど、あれですよ、やっぱタロットさんがさ、あれなのよ、なんかね、何、ギター持ってくのはいいけど、なんつうの、普通のギターケースに入れてあれだと盗難されるよって言うから、もうなんかね、だからなんかネックをばらして、スーツケースに入れるなら大丈夫だよとか、だからそうする、うん、そう、普通にギターケースに入れてやると、もうそのままなんか持ってかれちゃうから、うん、そう、一番いいギターをネックとボディを切り離して、うん、当日日本で組み上げなさいと、うんね、ストラトキャスターはそういうことができますからね、うん、そういう感じで言ってくださいという話ですね。そうですね、今日はね、あれですよ、ソニックさん、こう光でシワ飛ばしてますから、いつも以上に美しく見えますよ、うん、こすい手を使いますだからさ、他のさ、ね、結構ね、ね、うん、結構ね、お肉さんのママとかもさ、なんか結構美人じゃん。秋山さんとかイケメンじゃん。ああ、そっちに加わりたいなと。加わりたい。なんかね、そうそう。なんつうの、何、汚い占いの、なんかおじさんおばさんに混ぜられたから一緒にされたくない。よくわかんないけど。別に汚かねえんだけどさ。てか、心が綺麗だから占い師できんだけどな。そうそうそう、結構さ、なんか占いチャンネル、なんか閲覧者とか、みんな心配するかもしれないけど、占いやってる人って、心にまっすぐに生きないと、占いさんが答えてくんないから、喧嘩しないよ。やっぱ
そう、あんまり問題起こさない。だ問題起こすのは、その、何、占い師でブレイクしてる人に嫉妬する連中、うん、奴らが面倒。そう。占い自体をやってる人間はそんなにあれだよ、なんか面倒じゃないと思うよ。ね、まあ、そんなんでね、愛者、捨てちまいな。いいじゃないですか、捨てちまいな。お前のその、ちんけなプライド捨てちまいな、みたいな。ほんとね、捨てなきゃいけないものがありますよね。はい、一応行きましょうね。A の123、B の123、C の123。行きますよ。はい。はい、はい、捨てちまいな。ね、もう捨てちまいな。もう捨てちまいなの、ね、裏付け。ね、これが捨てちまいなの裏付け。ね、うん。はい、捨てちまいな。あれ、裏付けね。はい、はい、ね。はい、こうね、捨てちまいな。やめちまいな。捨てちまいな。裏付け。ね。はい、いきますよ、これで。よいしょ。もうちょっと寄せようかな、こっちにな。そうすると、文字を入れるには、まあ。うん、考えてみよう。あ、まあいいや、これで。よいしょ、こんなんでいい。うん、こうしよう。はい、こうしよう。ね。はい、いきますよ。はい、捨てちまいな。ね。まず1、A の1。A の1を選んだあなた、捨てちまいな。ボン！考えてから、ね、進みます。これはですね、タワー、ね、塔の裏、ね、逆位置なんで、これはですね、まず考えます。じっくり考えましょう。で、なんでですかっていうと、ね、権力の後ろ盾。例えばさ、卒業証書であったりとかさ、なんかそういうね、うん。なんかこう、先祖代々受け継いだものとか、そういうもの、かもしれないから。もうこれは、まず考えて。まあ、捨てられない。いけない。捨てちまいなとか言った割には捨てちゃダメ。ね、そう。はい、今日はね、ね、A の2行きますよ。ね、5 of Pentacles。これはですね、延滞。遅れ。うん。遅らせます。まだ捨てない。捨てれねえじゃん。なんでかっていうと、ね、仲間と意見が合わないから。ね。うん。そうです。まだ、周りが捨てちゃ、もったいないからやめときなよ。ね、そう。うん。ね、そう、やめときなって、そう。うん、ね、キッカー工事の12インチはもう手に入らないから捨てない方がいいよ。わかんないけどね。うん、いや、俺、キッカー工事のメインディッシュって12インチがあってよかったよ。うん、多分、今聞いても多分いいと思う。うん、そう、ビッグスリーのあのギター弾いてる人誰なんだろうな。あれ全部よかったね。はい、A の3。ね、A の3。はい、捨てちまいな。ページオブペンタクルス。選手宣誓できない。声に出して誓いを立てれない。あら、捨てれねえじゃん。ね、そう、なんでか、ね、太陽が逆向き。自分がわからない。ね、まあ、今後先どうしていいかわからないから。捨てれねえじゃん。捨てちまいなとかタイトルつけたけど、なんかね、はい、捨てる前に考えましょう。ね、ね、A の2、うん、A の2を選んだ人、ね、まず、まだ遅らせましょう。ね、まだ遅らせましょう。ね、うん、そして、ね、A の3を選んだ人、ね、ダメです。捨てられません。ダメじゃん。はい、B 行こう、B。ね、B 行きましょうよ。参ったな、この企画。うん。でも、これは優しさ。ね、これが視聴登録につながる。ね、そうです。そんなんですよ。ソニックさんです。ね、ソニックさんです。そう。ね、ソニックさんね、あれですよ、もうここならお休みしてるから。うん。うん。もう超時間余っちゃって。うん。うん、ね、だからもう、ね、ギターの練習とか行っちゃってもさ、うん、ね、うん、もう超余裕。超余裕ですね。うん、そう、うん。いや、でもね、ほらね、結構さ、こうなんかね、占いやってるからさ、こうなんかね、お友達というかさ、こう、ソニックさんのさ、こうなんかね、ちょっと体重絞りすぎじゃないですかとかも、いろいろなんか心配してくれる人いますけどね。そう、うん、ありがたいことですね、そう。ね、うん。そうなんでね、皆さんに支えられて生きてますね。うん、ありがとうございますね。あとはね、なんだろうね、そうだな、ギターがね、弦のね、張り替えがね、まあなんかそう、でもまあとりあえずね、メインの1本だけね、やって、ほら、一度にさ、なんか、いや、今張り替えなきゃいけないギターがさ、3本あってさ、なんかでも、なんか3本を張り替えようと思うとハードル高いよね。だからもうとにかくね、ライブ用のメインだけね、行こうかなと思って。うん、もうそう、いや、まあ、いったね、捨てられ
られないじゃん、君ら。君ら捨てられないじゃん。ね、そう。いろいろ捨てちゃいな。そうそう。うん。ね。うん。童貞とかバージンとかも捨てちゃいな。うん。そのチンキなプライド捨てちまいな。なんだ、くどい。くどいよ。うん。くどいですよ。ね。そうですよ。ね。うん。まあね、本当に。貴乃花も相撲協会を追われてしまう状況ですから、ね、よくわかんないけどね、なんかそんな話を小耳に挟みました。コミュニスト、ね、そう、ああね、コミュニケーションですよね。いやー、それにしてもね、うーん、そうだな、うん、ね、よいしょ。いやーねー、いった、うん、いや、YouTube にさ、あの、カラチューブっていうさ、YouTube チャンネルがあってさ、カラオケアップしてんだよね。ああ、そうそう。ソニックさん、そこで、あの、ライブで CCB のロマンチックが止まらない歌うんだけど、あの、歌練習、そこのカラオケチャンネルで練習してる。おい、自分のオケ使わないのかよって。違うんだよ。オケを使うと、あの、あれじゃん。あの、なんだよ、ね。あの、純粋に歌を練習するときは、あの、やっぱ他人のカラオケの方がいいね。うん。あ、そう。あ、B 行くよ。B の1。なんかね、まあ、ソニックさんはね、あれは、あの、なんかその、このね、この、シャッフルとかの間の語りが大切だから。うん。ここが売りだから。あ、ここが売り。ね。そう猫ちゃんこっち。今日猫ちゃんこっち、うん。真ん中にちっちゃいカードを置きましょう。計画で。行きましょうね。はい、行きましょう。これ B の123。B の123ですよね。もう、テンション上がってる？上げなくてもいいんだけどさ。そうそうそう。ね。うん。なんかね、あれだよね。ほんと、タイガーちゃんとかさ、あのね、あの、テンション高いじゃん。ね。そう。なんか、ああいうの、やっぱ若さなのかな。ああ。ね。そうそう。ね。うん。やっぱね。うん、はい、行きますよ。ね。これがですね。捨てちまいな。捨てちまいな。B の1。はい。はい。これは捨てられそうですね。あの、剣の女王様。ね。私は、私のしたいことを知っている。自分を知ってますからね、この女王様は。これは捨てられるんじゃないですか。裏付け、ポン。はい。変化なし。あ、これでも捨てられるよ、これは。捨てていい。もう変化ないから。うん。だ、持ってても仕方がない。捨てよう。これは捨てよう。ね。B の1、初めて捨てるカードが出ました。ね。捨てしまいましょう。ね。本当に、古新聞、古雑誌、古着。ね。捨てましょう。はい。そして B の2。はい。これはですね、足元が固まる。あ、いいじゃないですか。足元が固まるっていうのは、生活をしっかりするわけですから、いらないものいらないですよね。いらないよね。ポン！はい。目標を見失う。目標を見失う。捨てましょ？捨てましょ？ね。捨てましょ？もうだってもう目標わかんないもんだって。使い道ないもん。うん。使い道ないじゃん。そうそう。ね。そうそうそう。うん。まあ、ソニックさんもね、あれなんですよ。ね。萩本のさ、ポーの一族？いや、捨てらんないね。そうそう。いや、でもね、なんかもう老眼入っちゃってさ、なんかこう、漫画ね、もうちっちゃい版の漫画とか読めないよね。なんかもう、Kindle で買おうかな。そんな感じ。ね。はい、じゃあもうね、B の3ね。はい、なんか、キングオブソーズ。ね。これは決断の王様ですよ。ね。鋭い王様。ね。決断する。ピエーン！じゃあ、どっちの決断？バーン！これはですね、ナイト・オブ・カプス。ね。聖杯の騎士。ね。無茶がしたい。目的のある無茶がしたい。捨てましょう。おーしょ、B 全部捨て。ね。B 全部捨てでしたよね。B の1、ね。B の2、B の3、B 全部捨てです。ね。捨てましょう。ね。はい、決定。捨てろよ。ね、捨てなさい。捨てなさいよ、本当に。ね、そうですよ。ね。はい、じゃあいよいよ C 行きますけどさって話よね。まあね、うん。そう。いや、でもね、みんな何捨てる？まあ、とりあえずさ、まあ、服とかさ、ね、バッグとかもさ、なんかさ、なんか気に入ったものほどね、使い込んで、ヘタヘタになっちゃうからさ、そうそう、ね、あれもね。いや、でもさ、女の子ってバッグ収集する人多いけどさ、男の人ってそんなにカバンは集めないよね。うん。でもね、男でカバン集めてるのはちょっと、あれかな。うん、なんか、いろいろ考えるとこあるかもしれないよ。そうそう。ね。うん。ね。そう、まあね、女の人
人はね、靴とかカバンとかね、集めちゃうけどね。あ、そう。靴とか捨てらんないよね。女の人はね。そう。あとアクセサリーね、いらないよね。うん、まあ、いつか使うんじゃないかってとこでね。うん、そうそうね。溜まっちゃうよね。そう。ソニックさんはね、あんまり装飾品つけない。うん、そう。あの、特に指とか手首とかつけない。これ辺、あの、楽器演奏に邪魔になっちゃうからつけないね。うん。うん。そう。なんかね、うん、ダメかな。うん。俺やっぱさ、スピリチュアルな人とかってさ、なんかその、なんかね、石とかの力を借りたりするじゃん。うん。あんまね、なんかソニックさんね、関係ない。なんかね、やばいね。うん。そうそう。あね、あ、いや、うちの父親がさ、なんかその日本を出るときにさ、なんかその、なんか、多分金の指輪かなんか、くれたんだけどさ、速攻でどっか行っちゃってさ、マジいらねえ。マジいらねえよ、女。ああ本当に。あの、同じ石なら LSI の方がありがてえよ。どうよ。あれだって LSI とか、あんなの全部あれだからな、CPU とかあれ石だからな。石ころが人間の工夫によって人間の暮らしを助けてんだぜ。すごいことだぜ。あれ。ああ本当に。ね、むしろそっちの方がマジックだぜ。うん。ね、うん。いや、だからさ、まあ、でも、こうやってさ、なんか、その、まあ、いわゆるさ、まあ、タロットさんとかさ、コンタクト取れるけどさ、いや、本当に、ね、でも、あれだからなんか、だってね、スマホとかさ、あの、携帯電話とか、あんなのテレパシーだからな。うん、もう完全にあれ超能力だからな。だから超能力を人間は技術でね、形にしちゃったからね。そうそう。うん。だから、占いはまだ、なんていうの、あの、不確定要素を探る、ね、あの、手段だからさ、でもこれも行き過ぎて、ね、ね、電算処理しちゃうとさ、結局ね、相性 100% の人がいたら、それ以外とは、ね、関わり合いたくなくなっちゃうのが人間じゃん。そうそう。うん。だからホロスコープとかも極めちゃうとさ、いや、この人とはね、相性合わないから合わなくてもいいとかさ、まあ、この人とだけね、あのエッチしてればいいとかさ、分かっちゃうからさ、まあ、どうなのってとこなんだけどね。まあまあ、まあまあ、まあまあ、まあね、もう今この時代ね、ソニックさんはスキマ産業で、あのね、だからみんなね、あの心を見れる人ってのがそんなにいるわけじゃないから、まあ、こういうビジネス成り立ってるわけだけどさ、まあまあね、うん、そんなのあるんだけど、ね、今後売れいってしまうね、そんなちょっとこのね、そうそう、いろいろあるんだけど、うんとね、ありますけど、よいしょ、じゃあ行きますよ、じゃあなんかね、捨てちまいな。いいじゃない、捨てちまいな。捨てちゃえよ。本当にね。いくよ。じゃあ捨てちゃいなですよね。チャイナ。ね。捨てちまいな。いやー、捨てる。あと捨てるもんね。どうだろうね。いやー、どうかな。まあ、ソニックさんもね、どうな。あとね、そうだな。あと、ハンダね、ハンダ付けのあのハンダってわかる？うん。あれをね、あの、まあ、ソルダー、ね、ソルダー、いや、捨てて新しいの買わなきゃなと思ってさ、なんかね、そういう、あの、買い替えしなきゃいけないものってあるよね。うん、そう。いくつかね。うん。まあね、もう生活も穏やかに落ち着いてるんで、そんなに捨てるものも、なんか買うものもないんですけどさ。ないんですけど、ね。はい、いきますよ。じゃあ捨てます。C の1。捨てましょう。ね、捨てましょう。はい、はい、いいですよ。これね、棒の2。これはですね、自己納得と次への展望。納得して、次へ。いいじゃないですか。捨てる流れじゃないですか？ね、これ。はい、よいしょ。ね、はい、棒の従者。ね、高慢知識。ね。高慢知識、相手と距離を置く男性。まあ、高慢知識ね。高慢知識だけどね、納得して次へ、捨てましょう。もう捨てる企画だから今日はね。今日ね、もう、疑わしきは何とかみたいな、もう、微妙なとこだったら捨てましょう。今日は捨てましょう。ね、捨てましょう。ね、捨てちまいな。ね、よいしょ。ね、B の2。はい。これはですね、リセットの必要がない。リセットの必要がないってことは捨てなくていいってことだろうね。うん。じゃあ、まあ、裏付けを見よう。で、じゃあなんで？はい。苦労の末に富を得る。例えばさ、なんかね、オリンピックの金メダルとかさ、これバーンとかさ、部屋に飾ってさ、トロフィーいっぱい飾ってる人っているじゃん。でもさ、いや、ソニックさんさ、まあ、トロフィーないね。なんかね、ない。あんまない。うん。そう、そういうのないから。とにかく捨てない。
うん、この人はもうあれだから、苦労の末に富を得て、ね、そういったものだから、これは捨てない。ね、捨てないでいきましょう。大切にしましょうね、今後も。ね。よいしょ、いよいよね、C の3。まあ、もう9択だから終わりだよ、これで。ね。はい、C の3、捨てますかね。はい、エンプレス。ね。うん、エンプレスですよ。エンプレスは女帝ですからね。もう、これ、女帝に見えないね、このカードね。まあ、まあ、女帝はあれですよ。皇帝と違いますよ。女帝は、猛烈に推し進む女性。これはあれですよ、捨てる方向ですよ。もう、ちょっと、ミラーチャー、チュパチュパー、なんでかね、ナインオブソーズね、これは夜明けを待つから、夜明けを待ってる捨てましょうね、待っててもね、まだでも捨てれば夜明けだからね、まじゃもう夜明けね、夜明け来るから捨てましょうね。はい、なんかそんなんでね、はい、今日のね9択、いやー、ためになったと思うよね、君の人生を豊かにする、そんなソニックさんチャンネルね、はい、この辺にね、あれですね、サブスクライブ娘がにゃー来てくれる、ソニックさんがみゃーするから、みんなもサブスクライブスイッチプーンしてにゃーしましょう。はいあね、テクノ魂、6月30日、ね、いよいよね、うん、だから、まあ、このビデオをね、なんか ずいぶん後からね、見て、なんかテクノ魂ってなんだろうって、いや、もう終わってるイベントかもしれないけどね、そんなこともありますけどね、うん、まだね、間に合う人はね、名古屋来いよ、名古屋、ね、うん、そう、城のワール食おうぜ。ね、米田コーヒーって。ね。そうなんですね。あとはね、ソニックさん、お友達いっぱいいるから。お友達いっぱいいるから。ね。うん。そうそう。ね。なんかね、うん。お肉さんのママとかね。秋山さんとかね。いろいろお友達いっぱいいるから。うん。あとはもうね、そう、うん、いっぱいいるから、うん。ブライアンとかね。うん。そうそう。うん、ミラさんとかね、うん。タイガーちゃんとかね。うん、タキちゃんとかね。うん、一応一人名前とかないといけないからね。まあそんなんでね、うん、ソニックさんでしたね。はい、じゃあまたね。